今回は背番号31フォワード藤尾翔太選手にお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。藤尾選手、移籍して大体2ヶ月半ぐらいですけれども、水戸の生活いかがですか？水戸めっちゃ居心地いいとこですよね。居心地いい。最初来た時はね、ほんまに田舎すぎて、悪い意味じゃないんですけど、ちょっと気が多いなっていう印象やって、びっくりしたんですけど、ほんま住んでみればめっちゃいいとこでよかったです。本当ですか？もともとね、大阪出身ではあると思うんですけど、やっぱこういう田舎っていうのは初めてですか？そうですね、ここまで結構極端な田舎は初めてですね。でもやっぱそれがいい感じで過ごしやすいというか。いや、めっちゃ過ごしやすいです。なんかこういったところが気に入ってるとかあります？最近僕自分の中でゴルフが結構好きで、休みとかよくゴルフ行ったりするんですけど、やっぱりゴルフ場が多いっていうのでめっちゃ嬉しいですね。やっぱゴルフ場多いですよね。はい、はい、しかも結構チームの中でゴルフやられる方多いですよね。多いです、多いです、はい、結構選手とも一緒に行きますか？結構、毎週じゃないですけど結構行きますね。はい、例えばどの選手とかって言えます？はい、結構みんなとも回ったんですけど、最近行ったのは亮太郎くんと行きます。なんか亮太郎選手も結構ゴルフうまいという話を伺ったんですが。うまいです、亮太郎くん。へえ、あ、そうですか、はい、じゃあ結構いい感じでできました？そうですね、亮太郎くんについていく感じで行ったらベスト出ました。すごいですね。ほんまに良かったです。そんないいスコアが出たという。初めて5ヶ月経ってないぐらいなんですけど、92が出ました昨日。5ヶ月経ってないで92とか、まず100切るのも大変なんですけど。いや、ほんまに最近僕100切って2週間前ぐらいに、そっからトントンっていけば行って192出ました。水戸に移籍して、なんか移籍するこう経緯みたいなのはあったんですか？そうですね、やっぱり半年セレッソに今年いて、出場時間っていうのはすごい短くて、自分の中でもやっぱり出場時間がないと、練習でも成長できると思うんですけど、やっぱり試合に出た方が一番僕の中で成長する幅が大きいと思ったので、カテゴリーを下げてしっかり試合に出れるとこ、やっぱり競争が激しいとこっていうので水戸を選んで来ましたね。で、ここまで水戸では9試合3ゴールということですけど、これについてはいかがですか？はい、そうですね、やっぱり僕の中ではまだ全然少ないと思ってて、やっぱりもっと点取れる場面もあったし、やっぱりもっとチャンスが多かったので、そういうチャンスっていうのをやっぱり数は多くないと思うんですけど、しっかり決めきることでやっぱり僕としても成長できると思うし、やっぱりチームとしても順位が上がっていくと思うので、そういうところをしっかり決めていきたいです。藤尾選手のこう持ち味というとどういうところでしょうか？そうですね、やっぱり身長は特別大きくはないんですけど、やっぱりボールの収まりだったりとか、やっぱりゴール前の迫力だったり、やっぱりクロスに入っていくタイミングとかもそうですけど、いろんな形でシュートが決めるっていうのは僕の中で持ち味として持っていると思います。で、本当に藤尾選手がこう前向いた時、本当シュートへの意識がすごいなというふうに思うんですけれども、はい、もう果敢に狙ってきますよね。そうですね、やっぱりシュートを狙わないと入っていかないって僕の中で思ってるので、やっぱりシュートを打つことによって自分の中のリズムも良くなると思いますし、やっぱりそういうところではシュートをもっと貪欲に狙っていってもいいのかなっていうところ思いますね。ここまで3ゴール上げてますけど、その3ゴールについてはいかがですか？そうですね、やっぱり形としてはやっぱりバラバラな形が多いんですけど、やっぱりそういうところでもやっぱり僕の持ち味としていろんなゴール決めれるっていうのは良かったんですけど、数がやっぱ少なくて、そういうところはやっぱりもっとクロスであったりとかのゴールも欲しいと思ってるので、どんなゴールでもいいのでやっぱり結果を求めてやっていきたいですね。22節町田戦、23節松本戦のゴールなんかはこう後ろから出てきたボールをもう、ね、はい、そのままシュートを打つというか裏抜けたタイミングで、はいはい、あのゴールは本当、ね、なんか持ち味が出たような感じだった気がするんですが、はいはい、いかがですか？そうですね、やっぱり、抜け出しであったりとか、やっぱりそういうタイミングであったりとかはやっぱり自分の中で持ってるものが出たなっていうもの感じだったんですけど、やっぱり泥臭いゴールもやっぱりしっかりゴールなので、そういうところもこだわってやっていきたいです。で、前節新潟戦のゴールはいかがでした？
そうですね、まあ、やっぱり分かってきたシュートじゃないんですけど、来たらいいなぐらいの感じでファンにおったんですけど、それがたまたまドンピシャにボール来て、ああいうゴールはやっぱり綺麗なゴールじゃなくて泥臭いゴールなんですけど、ああいうゴールもやっぱりあって自分の中では嬉しいですね。そうですよね、いかにもだからフォワードらしいというか、はい、ああいうところで待っててそういうのをきっちり決めるという、はい、ね、本当でもいい形で入ってきましたね。あれもね、入ってきましたね。新座君のあのドリブルから小役のシュートからっていうね、まあ多分ね、あの奥田選手なんかはシュート性のやつだったと思うんですけど、はい、ね、でもそこで本当いいところにこうボールが来て、あとは頭で押し込むだけというか、はい、うん、ね、いいゴールだったなという、はい、感じがしますね、はい、で本当はあの試合はね4対0というすごい快勝でしたもんね。そうですね、やっぱり僕が来てやっぱりそういう試合っていうのは少なかったんで、やっぱり嬉しいですよね、ああいう試合で勝てたら上位に。あのまあ、水戸に来て、まあ、2ヶ月半やってますけど、水戸のサッカーはいかがですか？そのやっぱり思ってた通りというか、やっぱりすごい攻撃的で、やっぱり取られた後の切り替えも早いですし、あの取った後の前ゴールに向かう意識もすごい高いですから、やっぱり僕としてもやっぱフォワードなので、取ってボールを取った後に早く前にボールをくれるというのはすごい嬉しいと思う、嬉しいですね。なるほど、本当にやっぱ切り替え早いですよね。そうですね、もう練習からもうそういう切り替えっていう部分ではすごい言われてるので、まあ、切り替えるって当たり前のことだと思うんですけど、やっぱりそれをできるっていうチームもなかなか少ないと思うので、そういうことができるチームもすごい頼もしいですね、チームとして、自分としても。なんか今練習で取り組んでることとか何かありますか？個人で意識していることはやっぱり、まあ、イージーなボールとかでもやっぱり絶対にゴールに決めきるっていうのはずっと、まあ、ずっとなんですけど、これは自分の中で持ってて、試合中もそういう、まあ、こぼれ球とか、そういうマイナスのボールをしっかり決め切るとかっていうのは、やっぱり自分の中で絶対に決めないとわからないところなので、そういうところはちゃんと意識しやってますね。なるほど。やっぱイージーなところ、簡単に、ね、決めれるところというか、はい。簡単に決めるボールでもやっぱり決めれない時もあると思うので、やっぱりそういうミスをしっかり少しでもなくせるように練習では意識してやってます。やっぱ決定力というところはやっぱ大事なんですね、うん、そうですね、やっぱり数字を伸ばしていく上でそういうゴールも絶対大事になってくると思うので、そういうところはね、ちゃんとやらないといけないところだと思いますね。そうですね、もう当然ね、あの結果点数って1点は1点ですもんね。そうですね、はい、やっぱそこの数を増やすためにもね、きっちり決めれるところは、まあ、練習から決めていくというか、はい、うん、でそれがやっぱ試合につながるという感じですかね。そうですね、やっぱり難しいシュートもそうですけど、やっぱりそういうシュートも、まあ、あってもいいのかなっていうふうに、まあ、難しいシュートも練習してますけど、やっぱりそういう回数も簡単なシュートの回数もやっぱり決めていかないといけないと思ってますね。あの藤尾選手、なんかこう試合前のルーティーンとかってあります？そうですね、まあ、30分ぐらいはストレッチしてますね。自分の体で毎日、毎試合、毎練習することをずっと続けてます。あ、ストレッチは必ず欠かさずやってる？絶対やってますね、練習前、試合前、一緒のことをやってます、はい、やっぱり違いますか？そうですね、まあ、やらへんかったことないんで分かんないですけどやっぱりなんか毎日やってるからなんか安心感があるというか、まあ、そうですね、うん、やれへんかったらちょっと不安なんじゃないかなと思います。なるほどね、逆にね、はい、まあ、でもそういうふうに体をやっぱり整えてから練習始める、試合に臨むっていうか。そうですね、はい、やっぱそういう準備大事ですよね。大事やと思いますね、うん、どんなストレッチをやるんですか、ちなみに？そうですね、やっぱ腸腰筋を伸ばすストレッチやったりとか、まあ、お尻とか、まあ、お尻に刺激入れるとか、そういう筋肉系の刺激もやりますし、まあ、15分間、30分間ぐらいで詰め込んでやってます。これって小さい頃からですか、それともなんかどっかからこうやり始めたとか？そうです、きっかけは分からなかったんで、分からないんですけど、高校、中学校の時は全くやってなくて、やっぱりユース入って怪我したくないっていう気持ちが多くなって、大きい怪我はしたことないんですけど、まあ高校生2年の最後か高3の最初ぐらいからずっとやってますね。メニューはちょいちょい変わっていってるんですけど、自分にいいなと思ったものを取り入れてやってますね。
なんかこうこだわりみたいなのってあります？会場着いて一番初めに多分ストレッチマット引いてやってます。あ、自分でマット引いて、はい、もう誰よりも早く、はい、あともうストレッチ中に喋りかけられてもあの聞こえへんふりして無視してしまうその時はもう自分のペースじゃないとダメなんですねそうですね、もうイヤホンで多分もう塞いでめっちゃ集中してやってますね。あ、なんかそういうのは自分の世界に入んないとなかなかうまくいかないというか、はい、やっぱそういうのあるんですか？そうですね、集中してやった方が多分筋肉にうまく向き合えるというか、多分喋りながらよりかはそれ普通に集中してやった方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってやってますね。なるほど、そこは自分自身のところってことですね。はい、はい、まあね、中にはこう喋りながらやる人もいるかなというのはあるんですけど、はい、それは多分人それぞれやと思いますねですね、まあ、はい、あとは自分のこうその、ね、練習に入る試合に入るためのこう持ってき方というか、はい、うん、いうのがあるというところですよね、はい、うん、で藤尾選手はやっぱ自分の、まあ、集中してやった方がいいというか、うん、はい、っていう風にしてやってるというところですね。やってますね。フリーペーパー日立西茂空太、そして茨城県最大級の情報サイトイバナビにも藤尾翔太選手のインタビューが詳しく掲載されています。こちらもぜひご覧ください。水戸ホーリーホーク、今後のホームゲームのお知らせです。9月26日日曜日は明治安田生命 J2 リーグ第31節津江源金沢戦が行われます。会場はケーズ電機スタジアム水戸で14時キックオフ予定です。10月10日日曜日は明治安田生命 J2 リーグ第33節ザスパ草津群馬戦が行われます。会場はケーズ電機スタジアム水戸で14時キックオフ予定です。皆さんぜひ水戸ホーリーホック応援にスタジアムにお越しください。スタジアムを水戸ホーリーホックサポーターで青く染ましょう。